紀元前のお話です。トロニアスという平和な国がありました。いくつかの明るい丘と、そこかしこ風にさわさわとなるオリーブの木と、地中海の真っ青な海へとつながる一つの港と、小さな町とでできている、まことに小さな愛らしい国でありました。男たちは立派な体を持ち、みんな勇敢でしたが、ここ数十年戦いはなく、男たちはそのたくましい体と何者をも恐れぬ勇気とで、狩りに、漁に、農耕に勤しみましたので、この国はますます豊かに栄えておりました。さて、その男たちの中の一人にアマノスという青年がおりました。少年の面影をまだ宿していながら、すでにその体は若木のように美しく伸びきり、瞳は地中海のように青く澄んでおりました。アマノスの恋人はメレーニアと申します。メレーニアはまことに美しい少女で、その金髪は小鳥の胸毛よりも柔らかく、その肌は搾りたてのミルクよりも白く、それは地中海の陽光のもとに咲く一輪の白バラのようでありました。アマノスは船乗りです。と申しましても、まだ新米で、先ほど初めての長い航海を終えて帰ってきたところです。さてこそ、恋人のメレーニアを丘へ伴い、異国で求めた珍しい衣装と長い航海の土産話を送ろうと思っていたのでした。折しも初夏の陽光はさんさんと降り注ぎ、小高い丘から見下ろす地中海は平和そのもののように紺碧に輝いておりました。遠い戸津国の港々の話、不思議な魔法を行う黒い人たちの話、大きな死刑にあった時の恐ろしい話、アマノスの話す珍しい話にメレーニアは頬を染めて聞き惚れておりました。もう一度長い航海に出て戻ってきた時、二人は結婚しようと約束しました。オリーブの木々に風はさやさやとなり、時は流れるのを忘れたかのように緩やかに流れ、二人は抱き合って目を閉じ、幸せそのものでした。幸せな時は短いのがこの世の常です。アマノスとメレーニアが丘の上で幸せな夢を見ていた時、このポローニアスの国に大きな危険が迫っておりました。それはこの地中海で一番大きな国、ゴルギアスがポローニアスに攻め入ろうとしていたからです。ゴルギアスという国にとって、ポローニアスは取るに足らない小さな国でした。しかし、いつの間にかポローニアスは豊かな美しい国となり、ゴルギアスの目をつけるところになっていたのでした。分けてもその美しく大きな港はゴルギアスの最も欲しいものでした。アマノスとメレーニアが丘の上で幸せな時を過ごした日から数日経ったある朝、ポ
ポロニアスの町に人々の恐怖に満ちた声が湧き上がりました。おお、ご覧なさい、海いっぱいの船です。ゴルギアス軍の船だと一目でわかる黒い帆を張った船が海いっぱいにひしめいています。戦いはたちまちに始まりました。ポロニアスのほんの少しの船も黒い帆のゴルギアス軍の船に向かって港を出て行きます。アマノスももちろんすぐに呼び出されました。メラーニアと会う暇さえありませんでした。腰に太刀を吐き、矢を背負い、弓をしっかり握りしめて、アマノスは船に乗り込みました。船が港を出て行くとき、アマノスは数日前メラーニアと登った丘に目をやりました。とそこにメラーニアがオリーブの小枝をかざして立っているのが遠目に見えました。メラーニア、アマノスは何度も声の限りに叫びました。が聞こえるわけはありません。港を出ていくポローニアスの船のどれに愛するアマノスが乗っているのかもわからず、ただメラーニアはオリーブの小枝を振って恋人アマノスを送っていたのでした。戦いは1週間続きました。勇敢なポローニアスの兵士はことごとく倒れ、ポローニアスの国はゴルギアスの手に落ちてしまいました。メラーニアは恋人アマノスの後を追って海に身を投げました。けれど一夜明けたポローニアスの国はいつもと変わらず明るい光がさんさんと差し、空はあくまでも青く、そしてアマノスとメラーニアが愛を語ったあの丘ではオリーブの木が何事もなかったかのように風にさわさわとなっておりました。